そしたら6と、ドルービス入れてちょっとやってみましょうか。まずはまあ殴っていいよね。6はねバフもかけてくれるんで結構ね火力も上がるし防御力も上がりますよと。これは さあ景気よくね、倒していますが、さあ相手の、雷がそんな感じ。5、6、5、6、9足りないから一回お休みっすね。デバフバフで時間潰すか。これで5でしょ。5これ4かな。それともこれ、かがり火が上がります。鉄毒よく見えません。7でシールド貼られてしまうんですが、一気にいきましょう。まあ一応こうですかね、順番は。あ、待てよ、もったいなくなる説あるか。 HP ミリ残しでスペル3打つのもったいないよね。まあでもこれでいけるかな。ウルトで飛ばせるんじゃない。でシールド剥がす。あ、いけるね。でウルトで剥がして裏の HP 満タンの時にスペル3叩き込みましょう。まだね無限のフェーズじゃないんで。でここなんですが、今6か6、9、10、11、ランクアップすればいけるな。てか倒せるという説もある。6でしょ。6611か。いけるね。やっちゃいますか。いや合体できるな、そもそも。これで、3312なんか上げればいけるか。どうしましょうかね。先こっちかな。これでいきましょう。これで9上がるんで。で15でしょ。でしばきますよと。ここはさすがに倒してからウルトやりたいよね。だから、こうこうで合体しといて、まあさすがにこうかな。これ倒せるよね、さすがにね。水をかぶるだろう。茨で編んだガウン、傷口をニエッとして刺されます、あ、待って、これ敵倒すけど、あ、これ一気にいっちゃうか。あーやばいスタックが、まあ、まだ前半だからいっか。これ6のスペルをどう使うか、ひらめきをどう使うかっすね。マーカスに対してスペルランクアップ強化で使ってもいいけど、ここでまあウルトとタイミングいいし、ひらめき使っちゃうか。真理を求めて。6、5、1、6、7で一回お休み。
あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。なぞる。つか倒したわ。つい森の鎧なの。で7っしょで回復するっしょ。ここなんすけど、ランク上げるか。ランクを上げますとどうなるかっていうと、プラス6でしょ。あ、攻撃スペルないからこれやべえな。オッケー、これでいけるか。挑発めんどいから一応こうやっとくか。まあ、両面スキルでたまたま当たるっていうパターンあるけどね。さすがに運ゲーすぎるから、これでいいでしょう。どうせやるなら石化しとくか。うるせえし。これでいいかな。こんな感じでいきましょう。まあ当たるよと。たまたま当たってく。さあ敵の、攻撃も石化によってちょっと軽減しといてと。でこれ多分マーカスの全体ウルトで手前側倒れるっしょ。だからこれで4だよね。できるよ。4、はい、5、6、7までいけるか。いや左側倒せるかな。これ倒しちゃうかな。なんか倒しちゃいそうだな。いやむずすぎる。やることねえな。一回ちょっと合体の儀式しとくか。じゃあ逆にこうなると両方倒してほしいから、これで追い打ちやっとくか。あっちです。これなら分かる。微妙に残ったか。 OK。 でもこれで倒せるでしょ。流されるうん。でこれ7でしょ。このマジで管理が針の穴に糸を通すがごとくなってますよと。ここは一気に行きたいね。でちょっと ドルービスの石化使うのもったいないから、ひらめき使っちゃうか。これで、ひらめき5貯めるっしょ。63のでバフ使ってマーカスにスペル強化与えて、で準備は使うでしょ。消えるからこうかな。さあひらめき5を使っていく。これは火でダメージ食らってもらって、でここでドルービスで石化してひらめ、抑えましょう。これで1でしょ。これで7なんですよね。で残り1回の時間何で潰すか。まあエニセのちょっとシールド貯めるか。ウルトね。でもワンチャンちょっと食らっちゃってもシールド貼ってしのぎましょうか。これでいきましょう。これなんか右側に当たっちゃって死にそうかな。どんなもん。あ結構食らってるわ。いやーどっち行く。あてかそうか。オッケーオッケー。ギリか。危なかったね。これで8でしょ。8の13。
まあ使えるなら使うか。じゃあデバフ先に入れましょう。増水の時期できるよ。8、8、9プラス5でしょ。14。あとそもそもなんか周りが倒れるから全然いけるね。沈黙のうちに答えがある。運命の予定を定められたことで気にかけることはありません。これならわかる。これは、でこれでぶっ倒しといてと。でさあランクアップもガシガシに使っていくんだが、まだシールドあるから結構余裕あるかな。さあウルトブッパするっしょ。ここちょっとランクアップ、じゃこれがさ余ってるんで使いたいんですけど、どう使おうかな。なんかむずくない？ここが合体させるか。逆にいや微妙か。スペルさん若干邪魔なんですよね。1、1、挑発だるいから 1、2。お大丈夫か。仮にこの両面スペルがボスに当たっても大丈夫ですね。いきましょう。あ、もう一ターンあんのか。じゃあもう一ターンは時間が余ったからマーカスの移動で使うか。こうでしょ？これでしょ？で、挑発めんどいでしょ？で、こうしましょうか。あ、ルケス大福さん、お疲れ様でした。またお越しください。あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。 OK、 いい感じ。森の鎧なん、うん、で7なんすけどプラス5でギリセーフと。だんだん敵の火力がえぐくなってきた。チェンジだね。あー、そうなりましたか。6のスペルか。これちょっともったいないけどね。でも次チェンジしてここがあのなんかバフとか回復になったら目も当てらんないんで、しゃあないか。使うか。これで5でしょ。12、13、13足りるか。じゃあひらめき使っちゃいますか。無声の時。でもこれ14で OK なんで、こっち残してランク3になるの願いましょうか。つか両方残すっていう手あるな。まあいっか。ちょっと挑発がねワンチャンあのうんあったんすけど、今たまたまね右側当たってくれたんで。あ、でもそうか、そもそもウルト使ってるから大丈夫か。ちょっとマーカス1回お休みで。63ピンチで、これでもうランクアップめっちゃするっしょ。ひらめきも満タンだしね。お、さあスペルランク3はできませんが、33だから回復一発入れて331か。回復一発3と思ったけど挑発あるな。33、これで6でしょ。いいタイミング。天井側。ナトル。ページをめくらなきゃ。これは森の勧告。え、これ7っしょ。ここ食らうね、結構。いてぇ。63ピンチ。63ピンチです。
ちです。そうだよね。これで8でしょ。8、これ13。1でいいのか。生き残れるかな。これちょっと怪しくなってきたね。いや63、これ集中するといくか。これこれで13の14と。ちょっと分散して。OKOK、分散。OKOK。ドルエビスと、マーカスとかは、属性有利で確か、上がってるよね。防御力とかね。確かそういうルールだったはず。あ、これか。自然本源の、キャラクターは上がってるよと。まだ遠いね。とりあえずちょっと火だめ抑えたいんで。石化しましょうか。あーでもワンチャン倒しちゃうな。これこの両面スキルが左側いっちゃうと倒しちゃう恐れがあるよねこれね。はあ、じゃあデバフ先入れて、いやデバフ入れない方がいいかな。下手に倒しちゃいそうだもんね。本当は普通デバフ先にやるんすけど。これでまたスペルランク上げたいね。まあ行きましょう。そっち当たれば完璧と。まあさすがにこれで左は落ちないっしょ。あ今石化誰やった。石化右にやってなかった。あしまった、ボスに対してやっちゃった。石化それもったいないわ。ボスはね石化しないんで。いや今のプレミー痛えな正直。78、こうやるっしょ。あなたたちの魂はあまりに偏っている。早急に修正しないと。さあしばいてく。でプラス5のプラス5の1と。でさあスペルランク相当上がってるんだが、ここはシールドを一択かな。とりあえずシールドは絶対貼るでしょ。でウルトやる。1、2、これで7か。7いきましょう。気にせいシールド優秀なんだよな、ガチで。この敵の猛攻をね、抑えられるんで。うい、水をかぶるだろ。これはでプラス5。敵も硬くなってきたな。ガチか。さあもう一旦シールドあるから結構強気なプレイングできますよと。これ倒せるんすかね。ちょっと倒せないという疑いがあるよね。そういう人はどうするかっていうと、ちょっと石化しちゃおうかな。ひため抑えましょう。でこれで10、10、13、16でちょっともったいないからランク上げとこ。なんか次の火ダメ経験のためにこれやっちゃおっかな。で石化、打点、打点、打点と。私は振り向く。初見のうちに収穫は硬すぎませんか。あ、倒せるんだ。オッケーオッケー。じゃあオッケーよと。でここまで来たよと。いやエニセイこれ死ぬんじゃねえ。これ場合によってはやばいよ。まあ、一旦ウルトでしょ。これで1、
1でしょ、これ7、ここまでで7で回復にするか、ドルービス先生の石化使うかなんですけど、いやでもあれか、突破できなくなるか、これランク2残しておかないと次のタイミングで7から一気に14まで持っていくのむずくなるんで、これでいきましょう。さあどうでしょうか。シールド張ってる余裕あるかな、これランクによるね。あー一応いけそうかな、いけそうだね、ランク上げときましょう。こうだよね、ひらめきも使いたいな、6ちょっと溢れてるわ。シールドやる、3と5だと18、あそれでもいけるのか。じゃあこれでさ、ひらめき使ってこれ自動的に合体するんで、だからちょっと待って、シールド貼る、バフやるで、これでプラス3で10でしょ、10の15だからいけるか、いきましょう。運命の予定を定められたことで気にかけることはありません。さあシールドを貼りつつ、ひらめきも使いつつ、硬すぎ、ちょっと待って、硬すぎ案件。今何層これ、敵12層か、上がりすぎ。エニセイさんのシールドもちょっともう剥がされてるね、あのワンパンで。マーカスさんの、これ挑発あるんですけど、マーカスのウルトでもうしばけますけど、あでもそうか、結局全体のウルトはいけるけど裏が止まんねえのか。じゃあそういう人はどうするかっていうと、石化使いながらしばくか。これでちょっと挑発解きましょう。これランク2、3使うと挑発剥がせるんで、ここね、このね、あの条件忘れがちなんですけど、最悪剥がせますよと。だから石化しながら火だめ抑えつつ挑発剥がしましょう。ドルービスこれ連チャンだね、ウルト使うか。こうだね、はい、挑発剥がす、これなら分かる、はい、ウルト使います。で、雷ためます。5か、63ピンチ。さあ63ピンチでございます。さあこれどうなってんだ、5と3で8はたまるでしょ、13か、13でドルービスで14いける、石か、さすがに石か、6の6、6、5、3、14いける、いやさすがに回復か。これここね、真ん中抜いて合体したいけど耐えないよな、さすがに6一発アウティングなんで、さすがに回復だね。こっちからいきましょうか。これワンチャン次、あのカード配られた時に左から合体していくんで、ここでなんかワンチャンラッキーパンチ、あの重なってくれたらっていう、そういうやつっすわ。なんかワンチャンカード重なってほしいやつを左側に置いておくとマジでワンチャンあるんで、だからなるべくランク3とかランク2のやつ一番左にやりたくないんですよね。6耐えろ、あやばい、危ない、セーフ。ここはエニセイかな、エニセイ2回やって、シールド欲しいね。だからまた回復しながらいきましょうか。ただあんまりのんびりしてるとちょっと敵も倒せないんで、今91番か、やっぱギリギリ100いけるかどうかなんだよな、マジで。
それぐらいシビアスは。これで3-3-3-1だもんね、流れ的に。できるよ、頑張れ。ちょっと分散してもろて。一応ね、強固はつくんすけど、言うてだからな。これなら分かる。さあどうかな。周りの敵も硬いね。なんか普段さ、周りのこの雑魚敵って硬さって変わんないと思うんすけど、今回のこの敵に関しましては、こっちもね、なんか溜まってるもんね、これね。14層だもんな。ボスと一緒なんだよな。せめてこれ周りのさ、敵のこの層はさ、剥がしてほしいっていうか、なくしてほしいよね。ちょっと鬼畜すぎないっていう。これで8でしょ。11でプラス5か。あと結構これ挑発、今運ゲーになってます。挑発ゲーになってるわ。運命の利点は定められたことで、気にかけることはありません。沈黙のうちに答え。そっち行っちゃったか。どうだ、 OK、 そっち行く。これで挑発運ゲー、回避してって。いや、マーカスさんでもついに6000ぐらいか。やばいね。耐えたところでっていう感じか。痛すぎ、さすがに。草生えてく。これ、63死んだな。だから、死ぬ間際にどうするかっていうと、ひらめき使って、ちょっと、行ってもらいましょうか。いや、MP もったいねえな。もう一旦生きる説。望みにかけるか。回復ねえんだよな。チェンジで回復引いて6やって、いや、そっちか、そっちか、それ。いや、攻めないとダメか、これ。攻めましょうか。もう残りターンも少ないしね。ちょっと6は見捨て気味にいきましょう。で、これで331で7でどうなるか。いいタイミング。それともこれですか。かがり火が上がるまで。つい森の鎧なの。さあ、挑発運ゲーは回避しましたけど、なぞる。これ7勝。さあどう。6、ギリギリ残ってく。ウルト打てるわ、オーラスで。いや、しかしここあれか、マーカスのスペルないのか。痛すぎだな。どうしよう、待って。これ8910足りないね。ランクアップしかないか。8910 13だもんね。危ねえ、残っててよかった。これ MP ってか、これ1でもなかったらこれ死んでたな。危な。真理をも弁論の時。マーカスできるよ。これでギリギリっすね。で、20% 食らうっしょ。あなたたちの。さすがにもう6死ぬから。早急に修正し。早急に修正したいんすけど、ついに5000か。これシールド剥がせるかどうかで、うん、結構やっとだね。これなら分かる。おい。私は振り向く。さあこれで15。うん、さすがに6いくでしょ。エニセイワンパンあるからね、普通に。さあドルイビさんピンチ。100万いけるか、これ。相当怪しい。てかウルト来るじゃねえかよ。ここでもう行くしかねえか。ということで、まあ100はいったかな、なんとかね。さあこんな感じっすわ。まあドルイビスもね、結構耐久力あるんで、石化とね共に使っていくと結構ね耐えきれますよと。あ、ギリギリがないか。100万、ガチか。耐えきりはしたけどね。うわ、いかなかったか。これはあと2000
ジャケだったか。なるほどってな感じでしたわ。まあでも SSS はね、取れますよと。強すぎまあドルービスね、入りの、パーティーこんな感じでした。ぜひね、参考になったら、幸いです。まあ多分普通だとここのエニセイの枠がまあトゥースフェアリーとか、あとまあドルービスのところがね、イゾルデになってくるんですけど、そのねパターン結構死ぬんで、割と SSS 取りたい方はこっちの耐久気味にやってって狙った方がいいですね。ダメージも SSS 取ってダメージ狙いたい方はまあどんどんね、ご利用し系の、まあ、クリティカル率アップするトゥースフェアリーとか、まあよりね月光とかつきやすいイゾルデ入れるのはいいんですけど、とりあえずね、SSS 取りたいっていう方は、ドルービスのね、構築した耐久気味のエニセイもね、シールド持ってるんで、こんな感じのやつがいいと思います。今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。